畑。スイーツTV。こんにちは、パンプキンとキャロットとモナカちゃんだよ。なんとスイーツTV大好評第8回を迎えました。すごい、巷だともうダウンタウンさんと同等って言われてますよ、うちら。マジ、はい、もうすいませんでした。すいませんでした。で、もう大好評すぎてですね、なんとですね、今回なんと企業さんから提供いただきました。ついに、すごい、すごい、ついに、すごい、森永さんの板チョコアイスの白い板チョコアイス出ました。すごいよ、見てこの数。やっぱり提供となるとね、うわ、もうこれだけもらえるのよ、本当に。すごい。あなた好き、板チョコアイス。板チョコアイス大好きですね。どれぐらい食べるの、日々。日々ですか。もう普通呼吸するぐらいには食えるんで、まあ1時間に1個として24個。嘘です。ほら、ハングリーバーガーもすぐ食べるじゃん。ちょ見て、あおかげでね、こんな風になっちゃって。え、白いんだ。白いのよ、すごい。もうね、最近発売されたのかな、うん、なんかね、前もね、うん、ちょっと似たようなやつがあったんだけど、うんうん、多分新しいはずなんだよね。確かに、前なんかプリンみたいなの出てましたよね。そう、なんかいろんなのが出てるんだけど、もうめちゃくちゃ美味しいってもう話題になってるので、今日はね、みんなで食べていこうと思うわ。やったー、楽しみ、すごい楽しみ。1人1連かな。1人あれ、でも多い。お、いいところに気づいたわね。なんと、スイーツ TV 第8回において、うん、なんと、新メンバー来ました。ついに、すごい。それもね、なんかその、うちらもさ、そんな何やかんやん、やっぱもう、ほらね、おばちゃんじゃん。ね、まあね、そんな、若いキャッキャみたいなこともできないから、新メンバー、なんとね、中学生。中学生来ちゃいました。あら、すごい。女子中学生の、女子中学生、あの話題の女子中学生の雑誌わかる、あの、ムチバナナ。あ、ムチバナナっていうね、あのすごい人気のね、ファッション雑誌があるのよ、中学生の人気で。それのなんと専属モデルしてる。専属、今回からなんと、えこれレギュラーですけどね、プロデューサーさん、あれ、レギュラーで決まっちゃったんです。売れっ子なんだよ、本当に。すごい。もうムチバナリストからすると大歓喜なので、本当にあのかなりうちの番組もね、スイッチ TV もっと盛り上がってくるのかなと思います。呼んでみましょうか。お願いします。どうもー、キチャッピ。お名前は。お名前、自己紹介お願いします。関西が生んだスーパー美少女、鬼まんじゅうカホ。よろしくお願いします。どうぞどうぞどうぞ。そっちや。鬼まんじゅうカホやわ。すごい、こういう感じのが今モデルで流行ってるんです。そうですね。あ、関西弁です。ちょっと関西弁が全然抜けへんくて。あの、いつもどういう活動してるの、そのムチバナナで。普段はTikTok で。あ、TikTok か。まあ踊ったりしてる。そのスイーツは好きなの。やっぱりそのほら、モデルさんとなると、やっぱり体型の維持がね、と思うんだけど。大変だ。逆にご飯食べへんな。あ、スイーツだけ食って。あ、スイーツだけ食べて体型維持してる。なるほどなるほど。憧れの芸能人さんとかいるの。ほら、やっぱそういう業界に入るのって絶対に。憧れとかあると思うんだけど、誰かいるの？ローラ。将来の夢は何かないの？いろいろ聞いておきたいじゃん。確かに、確かに、モデルさんと話すことなんか確かにないからね。クソ、あ、ちょっとでも、ほんクソ、間違えました、ごめんなさい。誰から食べます、これ。あ、でもやっぱ確かに、来てくれるからね。ゲストね。で、え、でか、剥いちゃいます。あら、あら、真っ白、白くない？大丈夫？え、大丈夫？あ、バイバイ、グニャングニャン。あー、案件、案件。ああ、これ、ただこれ大丈夫ですかね。ただこれね、ちょっと不安なのがありまして。見ました、パッケージ。あのね、ザクザククッキークランチ入ってんのよ、これ。やばい、これほぼ粉よ。やりすぎ。
危ない非常に。普通のね、板チョコアイス入ってませんからね、クランチなんて。ちょっと非常にね、怖い。危ない食べ物。年も年だし、いただきます。大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっと年齢的に心配だもん。うん、なかなかいいもん持ってるね。すごいわね。すごいわね。あ、でも美味しい。美味しい。美味しい。いただきます。無理しないでね。あなた弱いからこういうの。さすがに大人だから。さすがに大丈夫。確かに。中学生の前でそんな、うん、そんなこと言いないですよ。すごいすごい。ダメだ。ダメだ。ダメだ。なんか目やばいわ。ちょっと。心配。私食べてみましょうかね。うん、まだ、あ、何回も食べてる。私実はあのリハで4枚食べてるんです。リハで。一昨日2枚、昨日2枚食べて。いただきます。緊張するわ。これ食べたとよく記憶なくなっちゃうのよ。いただきます。あ、いい音。うん。うん。うん、あ、大丈夫。うんうん。うん。あ。もうすごい濃厚な味。あ、あれ何買ったの。もうなくしてるわけよ。え、何買ったの。もういや、さっき板チョコアイス食べてた、うん、あ、食ってる。あ、え、うちも食べたい。危ないわ、でも、うん、結構クランチチョコ味が強いよね、うん、あー、好きかも。あのホワイトチョコ寄りではあるんだけど、クランチ、クランキーというかね、うん、サクサク食べれる。一口いただきます。いただきます。うん、ちょっと待ってね、うん、すいません、うん、これちょっと、いいですか。え、一つちょっと、いいですか。ちゃんと聞いてほしいんですけど、私実は中学生ちゃいます。私、トルティーヤの母です。あの、不祥事を起こしたメンバーいたと思うんですけど、母です。お母さん、いろいろちょっとトルがやらかしてしまったんで、今回ちょっと謝罪の場を設けていただきたいなと思いまして。私たちよりどっちかというとね、あのカメラの奥にプロデューサーさんだったり、うん、ね、カメラマンさん、照明さん、音声さん、あのいろんなアシスタントスタッフがいて、あのこの番組ちょっと成り立ってるので、私たち所詮は演者なので、うんうん、ここで座ってもう楽しくやってみます。皆さん読んでもいいですか。ちょっと話ならんでしょ。おらんかったら撮る？トル来なさい。ちょっとトル、ちょっとお母さん、なさい、何勝手に出てきてんの。座りなさい。もう私、プロデューサーさん大丈夫ですか。一応出禁、特別に、はい、今回ちょっとトルティアも来ちゃってます。いやー、大丈夫。言わなあかんことあるでしょ。それ食べたい。何してんのよ。違う、ちゃうやろ。何言うてんの。みんなにどんだけ迷惑かけたか分かってないでしょ。だってもう私はもうここに出ていい人じゃないの。だからここで謝ったらええんちゃうの。私何のために中学生嘘ついたんや。おかしいやろ、何のためにここまで頑張って頑張って機会設けたんやから。すいません、お疲れ様。今お母さん大丈夫です。でも今しかないやろチャンス。この度は私の不祥事でこのスイス TV を卒業する形になったんですけど、どうしてもやっぱり私にはこのスイス TV しか居場所がないので、またよかったらみんなと一緒にスイス食べたいなと思ってます。どうかよろしくお願いします。
なるほどですね。これどうする、私たちだとね、ちょっと私たちは全然いいのよ、撮ってるやつは、うん、気にしてないし、番組もね、引き続き、うん、続けられてますし、うん、私たちはね、うん、お母さんがそのご意向も分かりましたし、うん、ただね、やっぱりそのプロデューサーさんとか、うん、やっぱ番組っていろんなスタッフで成り立ってるから、やっぱね、プロデューサーさんというか、あと番組の声とかね、うん、このチャンネル、一応今、チャンネル登録者2000万人超えてて、かなり多くの人から指示があってね、うん、私たちだけど決めきれないというか、うんうん、あれも言わなあかんちゃうの、ナシゴレン、ナシゴレン、ナシゴレン、なんか妹だかお姉ちゃんだか、皆さん覚えてますか、うん、いましたね、あんた嘘ついたやろ、だってああするしかなかったもん、あんた嘘ついたよね、ナシゴレンなんていませんこの世にあれ全部嘘です、あんた嘘ついて出たよな、でもお母さんもそれでいけって言ったじゃない、最初はそう思ったけど、やっぱちゃんと謝らなあかん、あんなで出続けたらあかんやろ、うん、実はナシゴレンはこの世にはいなくて、あれは私トリティアが演じていた一人でした、みんなを騙してしまってごめんなさい、せっかく仲良くなれたって思ったのに、食事も行ったわ、だからと一緒にナシゴレンどうね、ナシゴレン、それは良くないわ、良くないって、人の気持ちを持たせんじゃいけないわ、すいません、プロデューサーさんどうしましょう、これもうこれはやっぱり見てる、うん、あの甘味隊の皆さんが いるから成り立ってるのであって、甘味隊のみんながどう思ってるかだと思うのよ、私、ね、からよかったらトルティーヤちゃん復帰するしないは私たちや番組で決めれないと思います、うん、お母さんの気持ちも分かりますと、でもぜひコメント欄でね、トルティーヤちゃんがやってきたことに対してどうすべきか、コメント欄で熱いメッセージをぜひお待ちしてます。どうでしょうプロデューサーさん、それを見て最終決断、今後スイーツ TV に入れるかどうか、あの甘味隊の皆さんのコメントにかかってるので、ぜひコメントお待ちしてます。これでどう、トルティーヤさん、私は甘味隊のみんなを信じてます